そういう中でどういうお客さんやべえやつ参戦、職人なんか1万5000だろ。養生から真下塗りが順番にやっていくじゃないですか。近い意味でやばいやつみたいなね。塗るたびにあここ直せあれ直せ、ずっと1年ぐらいやってるわけ。1年も取れてないからね。今もある程度その経験してからのそういう人だったんで、あこっちやべえなと思ったんだ、これやばいなみたいな。俺ら星座がよくてビール買ってこいんだよ。ヤバ客すぎる。ヤバ客だろ。でも結構あるぞ。あるよね。あります。僕もあります。視聴者の皆さんお疲れ様です。あバンドもしてないんだこれ。ちょっと車にあるエイズです。ちっちゃい。です。今日はなんで君を呼んだかわかる？わかんないです。なんで？わからん。わかんないです。わからん。またやらかしました。もうやらかし、もうやらかしっぱなしだ。そうなんですか。やらかし男。今日はなんで呼んだかっていうと、はい、なんでお前が辞めた本当の理由。あれ席の違う違うやだって私もここ来ると思ってたすごい。もう結構前に撮ったじゃないですか。撮った撮ったっすよ。なで戻ってきてすぐぐらい知らん人もいっぱいおるであれですけど、18から16年ぐらいで辞めたわけ。はい、まあまあ長く働いてる。でどれぐらい辞めた？2年ぐらい？1年半。1年半。そうですね、1年半して無理だよ。あの時は毎日配信だし、で結構もう俺もそちょうどやったんやったら営業どうなっとんだボケみたいな感じ毎日電話するわけよ。でそれどうなんだ、いやこうでどうすんだって、どうすんだどうすんだもうずっとどうすんだ。それ今でも変わんないと思うんですけど、どうなっとんだってめっちゃ井村さんに言ってるイメージありますけど、私昔だけじゃない。今ではまあまあでも メンタル鍛えられたのもあるかもしれないけど、うん、まあほんでいや何っていうのはまあ今二階堂さんの次じゃん。今河合くんが挑戦してるわけで、まあいろんなことやってもらっとるんだけど、はい、こいつがもともと営業やらないっていう体で、まあ、やっとったわけよ、はい、もうすごいよと。だけど結局営業やったんだよね。やっぱ人手足りんし、あ営業の方がそうそう結構お客様やっぱ来とったし、うん、で、まあ、で今コロナも収束してだいぶお客様やっぱ来てくれとるからね。話しちゃったか。最終どこ行きたかったかがね。そうそう、ああそう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 。で今 SNS 勉強会ってさ、皆さんこれ星川さんやってますね。SNS 勉強会、はい、何って言うと、まあ今もう企業が本当 SNS 必須、まあこれでも話してない。フォロワー増やすとかじゃなくて、なんか800人900人の人でもめちゃくちゃ何億ってやってるよとか、何百人のフォロワーでなんか成功、ね、会社にとってプラスの。おるから、うん、もう飲み会とかもめっちゃ盛り上がるんで、あのいろんな経営者がいっぱい集まるから、いい意味で飯交換になるし、ちっちゃなね、一人二人でやっとるところも結構おるんで、まあ、ぜひ、まあいいや、それはいいんだけど、で、こいつがもう今、回復にも俺、もうアピールしたんだけど、もう、向いてくれって言って、井村さんを営業から、うん、ね、SNS に来てほしいってことですか。そうそうそう、めっちゃ嫌そうですけど。嫌そうだよ。知ってましたね。知ってましたね。知ってましたね。ほらほら。今本当にさ SNS 時代、お前がこうやって今 SNS やるっていうのに対して、なんかお前どういうふうになってるかね。俺もまずめちゃくちゃこの動画聞きたい。もし SNS に対して。あそういやいやなんか営業抜けっていうのはさ、だってもう10何年営業やってきたわけじゃん。確かに。で結局まあ営業やらずにこっち来いよって言ったけど、まあ何やかんや営業やって。どう思ってるか。うん。難しい質問だなって。だけどお前らさインスタもやるって言ってさ、まあ、今日も喋ったら継続ですよねって言って、やっぱ1年か2年か何も反応なくて、お前らインスタやってる。あストーリーちょいちょい上がってますよ。あマジですか、はい、っていうのその一過性だろ、ちょっとやったらピッてやめて。お前ら俺何もできんって言うけど、俺継続しとんじゃない、ずっともう5年6年 YouTube やってるでしょ、経営者だって10年20年やってるでしょ。まあそれができないんだよ。今説教タイム全然変わっちゃった。急に変わっちゃった。どう思ってるから意見を言う。しかも意見言おう、別に意見言えないやお前。じゃあどう思ってる意見言おうとした瞬間かぶせて説教になったから。いやいや説教タイムで何もいいんだけど、どういうふうに思ってんの。でもまあその
いけずの作りできないことに対してだよ。あ、そっちに対して、ね、そっちに対して、ね、できないことに対してどう思ってできないことに対して、まあちょっと話がどんどんずれてっちゃったけど、何だった、何の話をした、あの井村さんが SNS 派に欲しい、最初のなんかスタートなんだったっけ、あの井村さんが営業やってヤバいお客さん、あーそう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 、あーそうそう、視聴者の皆さん、もうここでやっと本題に入ります。17分18分撮ってるんですけど、だけどこれちょっと本当面白いから聞いてほしい。やっぱりさ、ミーティーシー、まあうちはどっちかというとあのゼネコンさんとかのお仕事もらうっていうよりは一般の方からとか、マンションのオーナーとか不動産管理会社もあんまないな、まあ、そういう中でどういうお客さん、やべえやつ参戦、やべえやつ参戦、うん、俺で一番、まあ一番じゃないけどやべえなこいつって思ったのがさ、まあ工事ありました、俺が管理やっとったのよ、でなんかちょっとまあじゃあ倉庫もやってほしいと、あじゃあまあ3万ぐらいくださいっていいっすよって言って、まあ、1日で終わるし3万くださいって言ったらさ、まあ、在庫いいっすよ、ただでいいもんで、在庫でいいんだなって、だから職人なんか1万5000円だろうと、ちょっと待ってくださいって、給料1万5000円でも管理費もあるし社会保障もあるし、だから社会保険なんか今時入ってねえだろ職人なんかとか、でガソリンもかかるし、で逆にそれじゃあ2万円経費がもうガチガチ2万円だときっちり、で逆に2万円もらっても嫌なわけじゃん、だったらもう職人直接やって、うん、俺打ち合わせ、うん、そうそう管理しなあかんし、何かあったら保証しなあかんし、打ち合わせも俺あなたと1分でも喋ることも無駄だ、うん、あいいっすよって、もう職人と直接やってくださいよじゃあって言って、多分やってくれるんじゃないですかって、もう俺職人も言っとくもんでって、で結局なんかやらんかったんだよ確かそれは、うん、だからね職人と直接喋ってもなんか伝わらんし、ああしこだしとか、でもそういうやつってデュークレームばっかりってくるの、うん、ちっちゃいのでそのなんかお前の中でそのなんかやべえやつってどうなのかな、ちゃんとね、いやもう本当でもそういう人本当におるし、うん、なんかただ安さだけを求めてる人、そう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 、もううち金額だからね、だったら行けよって感じだな安いから口の動きだけやってて、ここ全部ボサリかけて口の動きでみんなあの覚えてください、あの多分ピー入っちゃうけど、いやここだけ口パクでね、口パクで何言ってるか、ここなんだ、 あそこなんだ、あそこやべえんだみたいな、まあそこやばいよな、やばいですね、だけどまあ安いじゃん、だからそれがいい人はそこ買えばいいんだけど、マジで、え、やばい参戦ね、やべえよ、やばい参戦、どんな動画だこれってなっちゃうな、ただ最初喋ったか、やめたりも結局言ってねえし、何の動画ってなっちゃう、うん、井村さん、なんか全部隠す男みたいな、11時半7分やばい参戦、まあ参戦、まあ一人でもいいわ、やばい参戦、一人はこれ結果別にクレームのお客さんじゃないんですけど、別に工事、まあ契約決まるじゃないですか、で工事始まります、うん、始まったらまあ養生から、まあ、下取りが順番にやっていくじゃないですか、うん、ずーっと職人さんの後をずーっと歩いていくんですよ、あ違う意味でヤバいやつみたいなねで、なんかちょっと気になったらもうその都度言うんですよ、これはとか、あれはとか、だけど素人なんて分からんやん、下取りの時に、まあ、それやってるんですよ、こういうふうにしてるんですよ、はい、でもいちいち説明したらもう作業にならんわな、作業にならんす、どれが遅れるのかな、よくあるのが例えばじゃあ塗装でもうほぼほぼ終わってますと、養生をばらした段階で、うん、ただダメは昼まだ直しはしてないです、縫い残しとかね、縫い残しとかもそれチェックしてるんだな、チェックして LINE の出し直しとかっていうその前の段階で見られると大体電話かかってくるの、まだ完成前に見ちゃってるからね、完成前に見ちゃうと大体電話かかってきたりとか、うん、職員さんに聞かれることがあるんだけど、そのお客さんはずっとその都度、あこれはこれはみたいな、いやちょっと職人さんからしたらちょっと時間がある、職人さんがそうやって聞いて、もう現場行ってお客さんに話しに本当申し訳ないんですけどって、見てもらうのは本当にいいんですけどって、静かに見てくださいと、うん、直す変動とかって保険多いんだよな、足とかなんか上がられたらな、一応それもまあ説明しとるんですけど、うん、そしたらお客さんもヘルメットかぶっちゃって自分でもうそこまでしてでも見たかったんだバイクもなんか静岡で炎上したんだけど、まあ、これ使っていいと思うんだけど、まあうちが悪いっていうのはそれは俺は判断できんから、まあ、そこはちょっと不便けど、まあ、それは何って言うとさ、まあ、たまたま隣を、まあ、時間やばいな隣を塗った、うん、それまだ川合君が入ってきてすぐの、うん、ならさその隣のやつがさ、あのカーポート車のペンキ飛んだって言いに来て、うん、で見たらもう明らかに古いと言うあじゃあでしかも今回の使ってないよなって明らかに
いやいや、これ茶屋さんねって、しかもこっち側塗ってないんですよって。うちはその鉄骨手すりしか塗ってないから、俺がまだ営業のつもりやっとる頃だで、川合君がペンキ塗って、でその頃は入ったばっかかなんかで、まあ分からんけど保険かなんか直したわけよ、そのカーポートをな、はい、ごちゃごちゃうるさいから、うん、でそいつが、まあ、多分保険とかで、ああこいつごちゃごちゃ言ったらこれいいんだなと思って、あやってくれるうちに塗装頼んできたわけよ。で俺は知らんよ、うん、で和数字が商談しとって決めて工事しとって、まあ、クレーンになって、それは何って言ったら、もう塗るたんびに、あここ直せあれ直せこれ直せ、もうずっと1年ぐらいやってるわけ、ね、もう足場ばらしました。でもずっと文句言って、もう逆だよね、だって150万の仕事で、例えば、うん、150万分ぐわーってやって、もうもっけり引っ掛けて200万かけてやって、だけどそいつからしたらもう何癖つけて金払いたくないだけなんで、もう逆にはもうそこでパーンって言え、こんなことできませんよって言ってペーンって止めとればよかったんだけど、で最後まで何でもやりましょうよって言えよかったんだけど、それはもう150万どころか200万ぐらい経費かけて、ほんで1円も取れてないからね、今も今もだよ。で俺もみんなが散々やって、電話したら電話出る、もう裁判所からも通知出す、公平弁護士の通知も公平、俺貧乏しも公平、電気ついてるじゃん、でピンポーンとかして、俺誰で言った、お前で言った、マスチュー言ったから、多分マスそうそう、電気ついてるってピンポーンって出てこんわけよ。で僕がピンポーンとしたら電気パーンって消えて誰も出てこんそんなやつおんだよ、やばいじゃないですか。でも払うから金払うって最初からね。やば客すぎる。やば客だろ。でこれ結構あるの、うん、あるよね。あります。僕もあります。もう工事始まってからすっげえ細かくなったんですよ。うん。もう打ち合わせ色決めとかああいういよもう任せる任せるみたいな。うん。そういうことってやばいじゃないですか。うん。最初な。うん。で、まあある程度その経験し。してからもそういう人だったんで、うん、あこっちやべえなと思ったんだ、あこれやばいなみたいな、うん、だからもうその打ち合わせシートとかもきちっと書いて、うん、いや任せるでもう後々違うって言われても困るんで、うん、まあ、あのちょっと打ち合わせだけしましょうって、うん、で打ち合わせして、あ書面にしちゃった、全部書面にしました、さすがにこいつね、さすがに真面目、俺絶対できんよね。で工事始まってからもすげえ細かいこと言い出したんで、うん、まあ、めもう毎日で分かってくるんですよ、1日3回とか、うん、で僕も1日2日耐えたんですけど、うん、3日目ぐらいですから、もうさすがにちょっともうこれ無理だなと思って現場行ってお客さんにいろいろ話して、うん、まだ途中だし、うん、でも別に変なお客さんじゃないですよ、別にクレーマーでもないし、うん、ただほんと細かいみたいな、気になったとこ全部直してほしいみたいな、うわ、でもこっちも予算があってできる限りのところまでやるじゃないですか、うん、いやそのさ視聴者で勘違いするとかあるけど、その直してほしいっていうところがちょっとわけわからんところあるじゃん、はい、例えばどういうところで、あのね、まあ、これは直さなきゃよねっていうところはやっぱ直さなきゃじゃん、どんだけお金かかろうが、はいはい、お金は関係ないじゃん、もうもともと例えばなってたところで何も支障がない、うん、例えばちょこっとじゃあ穴がへこんでるような感じに見えますとか、そこでもともとなっとるわけよ、触る前からね、最初のガラつけの段階でなったりしとって、ほんで白を塗るとやっぱ黒く影っぽく見えるんだよね、あちょっとほくろみたいな感じになっちゃうんだね、それも全部埋めてほしいとか、ああそうそう、パテで埋めてほしいとかな、あとあるのはサイディングのめちゃうやん、縦型のサイディングって、あ横型のサイディングってこうバン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 ってやったらじゃない、うん、で最初はそれはそれはパーツ重ねておる隙間があるから、で塗装すると埋まるじゃん、それ埋まったら困るって言って、隙間作るともう一回言ってちっちゃちゃん何を喋ってんのって何を喋ってんのあなた何喋ってんの、逆パターンもありますからねなんてやっぱサイディングって横張りのこのまあアイジャグリって言うんですけど、うん、この隙間が均一じゃないじゃないですか、うん、例えば1ミリのところもあればこっちが3ミリのところもあれば、うん、それってもう建物も揺れるし、うん、サイディングもやっぱ変形してくるじゃないですか、うん、多少は、うん、でやっぱ隙間が小さいところって塗料で埋まるじゃないですか、うん、で埋まらんところもあるじゃないですか、うん、逆に全部埋めてくれとか、うん、埋めても良くないですよって言うと、じゃあ埋まってるところを撮ってよみたいな、うん、みたいな感じの、いやー本人が民間やってると本当大変だと思うよ、うん、だから途中でもうそのお客さんは僕もう正直申し訳ないですけど、ここまでの良さは見てないしって、うん、ここまでやろうと思うと工期内にも終わんないし、うん、人気も正直もう多分倍以上かかります、うん、そうだったらもう今の段階で絶対させてくださいって、あもうお金いらないからって、はい、うん、入って2、3にしちゃったんで、
場所をバラさせてください。なんか営業もめちゃ営業も。なんか営業もね。普段そんな感じじゃないですか。そう、なんかそういう感じで来てよ。でもそれでも言ったら、でもこっからまあ細かかったですけど、もう毎日無理だこうだっていうのはなくなったんですけど。いや無理よな、まあまあ。だってあと俺一番昔ケンタの時だわ、揉めて行くやん、もうとにかくぐちゃ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 って、で俺もう無理ってなって、まあいいや俺ついていくわ、ついていったら俺は正座だよ、二人ともそのケンタ、俺も、まあ、俺も若いじゃん、うん、メーターってコナン見ながらビール飲んでぐちゃぐちゃ言ってお前かめちゃくちゃ違う人ですよ、でビール買ってこいみたいな時だよ、違うよ、それケンタだって、で俺それで切れたんだ、いやいやうちの従業員ビール買いに行くじゃないですか、あその後とかじゃあ僕行ったの、えその時も名探偵コナンってビールずっと名探偵コナンって言うのがそれが被ってるかもしれない話が、いや何回も言ってるでしょ、で最後は全部奥さんが払ってくれたから、うん、もう奥さんに話しに行って、いや旦那が今こうですって知ってますか、あとはあの諜報部員、自衛隊の諜報部員だった人で、もうそいつなんか手がやばかったね、もう塗れば塗るほどいいと思って、3回目行った職人もなんか営業もわけわかんないので言われたら、じゃあもう一回きちっと塗ります、なんかイチャモンつけられてね、でそれこそ3回も4回も職人に出して、かわいそうやん職人も、うん、でまあ多分金も払っとんのかどうか知らんけど、職人もう一回追加に言ってね、だけど、まだ塗れんねんって言っても、まあいいや俺行くわって、こんなの何やっとんのお前って塗りゃいいってもんじゃないですよ、そんな感じでぐちゃぐちゃやっとっても全然かなかった、俺も最後取れたと思うけど、俺も取って徹底的に行くで、毎日でも家の前に立ったるもんね、で100万とか取れんかったら潰れるもんね、昔は、うん、でそいつはなんかもう本当自慢話が、俺はオイル交換とかしても金払ったからねって言って、オートバックスとか絶対呪文つけるって言ってやばい人じゃない、俺は金は払ったことねえって言って、ただのやばいです、ね、それはなんか何もかんでも昔からそうじゃん、俺らは悪いんじゃないかと思って直すじゃん、うん、そうじゃないんだよね、はい、はい、ちょっといろいろヤバ客の話で盛り上がっちゃいましたけど、うん、まあもちろん、ね、あのしっかり やらなかったし、あのしっかりやってやっぱ人それぞれの、ね、思いが違うから、まあ、それに今対応してね、あの、まあ、この人は気になること、まあ、この人はどうしても、まあ、これも全然大丈夫ですよって言ってもやっとることもある程度やっとると思うんだけど、うちは、うん、まあぜひね、あ、SNS 勉強会、はい、最後に SNS 勉強会、あのぜひまだ人が足りてないみたいなので大阪、東京、名古屋やってますんで、はい、マジであの講師もみんな SNS でやっとるし、もう今これから企業絶対必須です、はい、で今やったら絶対勝ち組に行ける、あのぜひ経営者でもう個人事業主みたいな人が結構参加してくれとるから、ね、10人20人の人とかもあんま少ないな、そういう人も来てほしいな、まあそうですね、で逆にその、まあ、SNS 任せられてる人とか来とったのもあるかな、はい、何社かはあとはもう本当一人二人でやっとるよって防水屋さんとか、ね、あの塗装屋さんっていうのをいっぱい来とったわ、でぜひ来てください、はい、楽しみにします。せーの、また見てねー。